こうして私は冬のペタルを取り戻すことができたんだ。そしてが帰ったナップルタウンシルバーラインストリート、私とまだまだ新米タマガイドの SM は元気に帰ってきたのでした。
ロッカーじいさんの提案で私のお別れパーティーを開いてくれました。ナップルタウンのみんなが別れを惜しんで挨拶に来てくれて、もっともリトルマネーのじいさんは時間と金が無駄だと言って来やしなかったけど、代わりにエリーさんが来てくれたから、うん、その方が何十倍もいい。みんなとってもいい人たちだな。そして最後に記念撮影、ピエロくんが撮りました。